皆さんこんにちは、柚木史郎です。はい、今夜もデッドバイデイライトの時間がやってまいりました。さあ今回はね、クローデッドでやっていきたいと思います。グッドラックって言ってるな、ありがとう。さあそしてね、2人メンバーツールボックスも持っているので、サボタージュってちょっと聞かせていただきましょう。あ、グッドラックって言ってるわ、ありがとう。さあザットミーって言ってるなこれ。あー、じゃあ1人は持ってんだね。じゃあこちらちょっと服の数減るものをね、私持っていきましょう。うん、こちらね1個減りますのでね、ちょっとこちら持たせていただいてと。さあそして今回はね、こちらクローデットで、まあ、いつもとはねちょっと変わった違うパークでね、ちょろちょろっとこうやらせていただきましょう。うん、さあ行ってみましょう。ジェイク、クローデット、メグちゃんという感じでございます。うん、さあどうだ。あ、ハドンフィールドか、どうかな、ハドンフィールド行くかな。そしてね、私のフックが一つ減るもの、うん、まあちょっと役に立てばいいな。一人がね2か月後、まあ、ちょいちょい壊していくとは思うけど、もう一人もね、どうだろうな、サボタージュ持ちではなさそうだよね、という感じでね、今回クローデットでやらせていただいております。まあなんでねクローデットでやっているのかっていうと、まあこの動画を上げている頃には終わってるかもしれないんだけど、ポイント2倍で来ておりまして、であのクローデットの方をね、一応プレステージに向けてね、ちょいちょい、まあアドオンとかオファリングね、アイテムとか取っている関係で、あの経験値アップもねちょいちょい取っているので、まあ、この期間中にねクローデットもちょっと育ってきたので、まあ今のうちにね経験値アップ使っていきたいと思います。うん、でまあ、メグちゃんに関してはね、まあ、レベル50何度も何度もこう繰り返してはいるものの、まあ、ちょっと前ぐらいの期間にね、そのオファリングとかアドオンとかもね結構使っちゃって、メグちゃんの場合はもう経験値アップはね一つもないと。かといってメグちゃんを、まあ、レベル上げていくのもね、またポイントの方を結構使ってしまうので、そうなったらね、やっぱ先にクローデットの方を、まあ、プレステージ3周回してから、まあ、パーク取れるように頑張っていこうかなと思っております。さあドワイト、あ、メグちゃん、ドワイト、メグちゃんが一緒だと。 OK、 さあ、これちょっとね挨拶しまして、あ、ドワイトスッとね、うん、そんなにあれか、うん、ちょろちょろしない感じのドワイト、ん、大丈夫じゃね、いけるんじゃねこれ。うっ、レイスさん、レイスさんいる、レイスさんいるやん、今回レイスなの、殺人鬼。ちょっとこっち、宝箱あったら今すっと3人がね、出会い頭だったな、メグちゃんだな、ターゲット。さあ、ちょっとこちら地下室か、地下室もちょっと気になるとこだけど、発電機だな。おっと、ドワイトいる、おっ、宝箱、ドア、ドア、宝箱今あったぞ、これいいか、ひとまずちょっと発電機行くか。どこ行く、そっち行く、こっちかな。私ちょっとここの発電機ちょろちょろいじりさせていただきましょうか。さあクローデットの方がね、まあ、パーク見て分かる通りボンド、そしてライトウェイト、まあここの2つはね相当役に立つんだけど、セルフケアがねレベル1なので、アイテムがねちょっとしょぼいツール僕じゃない、しょぼい救急キットに、まあ、アドオン2つと、レイスと、危ねえ、レイスとスッとすれ違ってと。であとはこのアイアンウィルの方、ジェイク固有パークのアイアンウィルの方レア度2なので、動かないでいるとまあ鳴き声 100% カットだと。ドワイト見つかったな、あれ大丈夫だといいんだけど。なのでね、まあ今回はちょっといつもと違うと。ただセルフケアがねレア度1だと、本当にそれだけで持ってくるとね時間かかりすぎちゃって、本当何もできなくなってしまいますので、まあちょっと救急キットで、まあ1回かな、この救急キットでまあ1回ぐらいちょっとね直せるかなっていうところなので、だからあんまり今回はねこう殺人鬼に切られて自己治療ってことがね、できないかと思います。うん、まあこれからちょっとしばらくはねクローデットの方もね、まあ、救急キットでこうちょっと持って行ってセルフケア1回多くて2回ぐらいとかかな、なのでねだいぶ慎重に試合を運んでいかないといけないと。うん、どうしようかな、あっちの発電機かな、さっきちょろっといじろうかなと思ったんだよね。おっと、ここ通ってもちょっともぎろ。うん、さあ、メンバーがボンドで分かんないと。私走ったけど私方面にはレース来なかったんだよね。うん、大丈夫か、あ、ドキドキしてる、姿現してんだ、あのレース変わってるな、レースって、いや追われてるのかもしれない、探してるのかも。うん、
基本ドキドキしないはずなんだよね、あのステルスになってるから。さあちょっとそちらをダミーにしつつこちらにちょっと戻ってきてと、うん、さあこれでちょろちょろやらせていただきました。宝箱、はあ、こっち来てんな。なんだ今回のレース、姿オブオブね、今いたぞ、すれ違ったぞ。トウモロコシ畑とスンとすれ違ってさ、ただ私の足跡がねちょっと残ってるけど、ライトウェイトのねレベル3だと、まあ、3秒間ね消えるのがね早くなるという感じと。さあ、ちょっとこれチュル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 発電機の方に移動して移動してと。さあどうだ、ドワイトリーダーナイス、ありがたいね。さあリーダーパークがついてる、一人切られてるな、どっかで見つかってんな。そうなってくるとここ3人で協力して発電機をガッとねつけていく方向で頑張りましょうか。さあどこだ、特には反応していない、向こうの奥の方かな、あそこ発電機ちょっとうなってたんだよね、そこちょっと行きましょうか。あ、来てんだここら辺、行けんのかな、ボンドで見えないんだな。え、メグちゃん見つかった、走ってたな、メグちゃん近く来てるんだ。でもボンドで反応しないんだよ生存者が。ここら辺でチェイスじゃないのかな、ちょっと宝箱も開けちゃおう、一個、うん、向こうの方行っちゃったようだね。あ、チェイクが向こう走ってる、おっと隠れてんな、あれあそこじゃないよね、どうしたんだろう。さあ、中身は、あ、救急キット、あ、いいじゃん、ちょっとアドオン付きだったけどこっちの方がいいかも、うん。さあ、ちょっとねこちらどうしようかな、ここダミーにした方がいいかな、あと残り3つなんだよね。でドバイトがね多分あれ肉ゲーク壊してるね、ってなってくるとあのメグちゃんとちょっと協力しましょうか、うん。まあ、ドワイトはちょっとデイリーこなしてる感じからのメグちゃんパーンというね。さあそしてドワイトもこっちに、リーダーが発動するのは本当にありがたいんでね、ちょっとドワイト近づいてきていただいて、うん、ガッとメグちゃんが、あ、やばいやばい、動揺してしまったこれね一人がパーンやると結構な確率みんな釣られてやっちゃうんだな、動揺半端ないんだよねあれ。さあ、これでどうだ、レイスとすれ違えるか、あ、ここ壊してたんだ、で多分向こう行ってんじゃないかな今発電機パンやったところ。さあそしてちょっとうならせてあそこダミーにしてねちょっと殺人鬼に警戒してもらいつつ、まあ別の発電機と、うん。いやー今回はねいろんな発電機もちょろ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 移動しながら、まあ、ちょろちょろつけさせていただきましょうか、うん。でさっきメグちゃんとドワイトがいた方向に関しては多分殺人鬼が吐けたらね他のメンバーがつけきると思うので、ちょっと私手薄になってそうな発電機の方を、ちょろちょろいじらさせていただきたいと思います、うん。さあ今のところ私も切られてないからね、なんとかこの試合持っていけるかも。ただねこの緑色救急キットで1回運がいいと2回くらいかな自己治療ができると思うんだけど、お、ナイス、うん。やっぱさっき言った通りね向こうの発電機殺人鬼が剥げてからいじってつけたね。さあここ半分いけるかな、でも今回はね自己治療が本当レアドイツだとね本当持ってくる意味あんのかってぐらいの 発動なんだね、効果の発動としては。さあレースがいるな、近くいたけどちょっとね殺人鬼が剥げ次第私戻りましょうか。でライトウェイトレベル3なのでね、たとえ走ったとしても足跡がね消えるのがかなり早いと、3秒間ね早くなりますので。さあ殺人鬼吐けたかな、いなくなったかな、うん、ドキドキしてない。今回のレース隠れないんだね、珍しいレースだな。さあ、うん、1人切られてる、やっぱ一応壊していったけどっていう感じか、うんやってしもうたこれ。さあ、ここねしっかりしっかりと平常心でございますよ皆さん、動揺しない、パーンとやったからといってねこう動揺しない、うん1人が今ターゲット取ってる、あ、ドワイトあれか、ニカゲーク壊してた作業員のドワイトが、ちょっと行ってしまったと。ちょっと待ってろドワイト、ここつけ切ったらドワイト君を救いに行くから、近いね、ドワイトが壊そうとしてたフックだ、うん、に引っ掛けられた。さあ発電機をつけて殺人鬼にプレッシャーを与えましょう、オッケー。さあメンバーが向かってきてるね、よしよしいいぞこれ、2人体制で救えるかな、ただあそこの発電機ついたからちょっと警戒してるだろうね。どこだ殺人鬼、あいるね、もう結構これガン待ちする感じ、困るな、誰かがこれ切られてちょっと隙を作らんというかな、こうなるとドライと切られてる、でメグちゃんがそっちだ、オッケー、じゃあ私がちょっとこれ隙を作ろう、おっとレイスこっちこっち、よしいいぞメグちゃん、ナイス、ドワイト救い切ったね、よかった、
まあ、さっきの場合はね、私がちょっと切られることによって一応安定して救えたと。で、あそこで切られなければ多分隙が作れなくって、殺人鬼にね、多分すぐドワイトがねやられてたかもしれないという感じで、よかったね。結構貼られてたから難しい状況だったけど。さあ、そしてこの救急キットでの治療、やっぱ緑色だと、まあ、一応2回ぐらいとかは頑張ったら できるかなっていう感じか。どうしようかな、このままで行った方がいいかな。ちょっとアドオンとかはねもったいない感じかもしれんけど、まあ、メーターとしてはねこちらの方が2回分使えると。で、しょぼい救急キットの方だとね1回分ぐらいかなしか使えないはずなので、メーターとしてはねこちら救急キットの方が安定していると。さあ、1人メンバーが向こうか。さあ、私もろこしの中央の発電機の方をね、半分くらいまで来てると、ぐるっと回ってくるかな。発電機探してるね、めぐちゃん。こっちこっちこっちやこっちや、ここあるで、アイテムよかったらこれあげようか。うん、これほらよかったらこれ使えな、めぐちゃん持ってないアイテム。うん、それ私のアドオン付きだから。うん、よし。さあ、これでアイテムを無駄にせずに済んだと。あ、ドワイトチェイス中だな、あそこで頑張れドワイト、今ここつけきれるから。そう、めぐちゃん大丈夫、オッケー。さあ、ゲートどっち行こう、向こうかな。ただレイスがねこっち来そうなんだよね。あ、一人が行ってる、オッケー。じゃあもう一個の方行ってみましょう。多分ドワイトもね、あ、もう一個の方だ。うん、気をつけてドワイト、まだそっちのゲート開いてないからやばいかな。ドワイト、どう追われてんだよ、絶賛追われてチェイス中だから。ちょっとねこれドワイトがそこねスンと行って、さあ、ドワイトに気を取られてる殺人鬼がいるので、ここ私がもう一個ね頑張って開けましょう。で、ドワイトもう一個のゲートの方になだれ込む感じだから、こっちは多分比較的安全。さあ、そして一人が肉壁になったと。 OK、 ナイス。さあ、そうなるとね肉壁送迎してるはずだから、無事脱出、二人脱出でございました。さあ、そして私もここ開けたら脱出かな。もう一人メンバーどこにいるのか分かんなかったという感じね。クローデットでも無事脱出と。いやー、よかった、ほんと。はい、ということでね、4人中3人脱出でございます。多分もう一人もね、もうちょっとしたら脱出してくるんじゃないかなという感じでございます。はい。さあ、そしてポイントの方。まあ、救出はなかったね。だけど、まあ、ポイント1万3000か4000ぐらいかな。なんか言ってるな、生存者が、これ。私は GG と、さあ、そしてポイント2倍点なのでね、ポイント馬までございました。ありがとうございます。まあ、キラーもね GG でございました。さあ、そしてアイテムね、こちらしょぼい救急キットとアドオンの方がなくなってしまったけど、緑色のね救急キットいただきました。ありがとうございます。ん、これ生存者がこれなんだ、これストップキャンピング憎いなみたいなこと言ってんのかな、というようなね、感じでございました。まあ、殺人鬼がね、まあ、初めて吊るしたドワイトに結構張ってたからね、まあ、大変だったものの、生存者がね みんながみんな救うような感じで、まあ、いけてたのと、あと私が切られるタイミングが良かったのでね、いや本当に良かった。そしてドワイトもうまいことねチェイスして逃げてたのでね、いや本当に良かったという感じでございました。ありがとうございます。さあ、そしてちょっとねこちらポイントの方割り振ってて、あとはまあちょっとなんか役立つものらへんをこうちょっと見繕っての方向かな。さあ、3000ポイントもちょろっと取らせていただいてと。さあ、これでクローデットの、レベルがねこちら取ってから上がるとレベル43と。さあ、何が来る次。セルフケア、セルフケア来ない、セルフケア来ない。宝箱とデジャブか。宝箱の方がまあいいかな。レア度3になるからね。さ、ちょっとそちらの方向でレベルを上げていくと。ただ今回もねポイントの方なくなってしまいましたので、またポイント試し台クローデと育てていきたいと思います。はい。いやー、ちょっとの間はね、しばらくの間はこの経験値アップの方もクローデとね持っておりますのでね、もうガツンと使っていきたいと思います。ただね、セルフケアのレア度がこう低いので、ま、救急キットとね一緒に持っていかないと本当に使えないと。
ただ救急キットと持って行ったとしても1回多くて2回ぐらいまでが限界かな、このクローデットに関しては。まあ、なのでね、やっぱりもう自己治療パークウルトラレアがねどれだけ優秀だったかっていうのがね、もう非常にこれ再認識できる感じとなっておりますけど、まあその分ね救急キットがない分、まあライトウェイトのレベル3を持っているので、まあ私よく走るんだけど、走ったとしてもね足跡がね3秒間、まあ、消えるのが早いので、まあ今後ねそれが役に立ってくるんじゃないかなという感じで、まあクローデットでのねプレイも楽しんでいただけたらと思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。